青いグラデーション、青が深い方にクラゲはゆっくり落ちていく。これまでクラゲはひっそりと漂い続けていた。長い時間をかけ日々の繰り返しに疲れ果てていた。無力感を感じていた。いつしかクラゲは海流に身を任せ、目指す場所も見つからず、気がつけばいつも同じ場所に戻ってくることに気づいた。自分はただのクラゲ、誰にも必要とされず、もし自分がいなくなっても誰も気づかないだろう。心の中を孤独でいっぱいにするとクラゲの体はゆっくりと沈んでいった。光も届かなくなった。深海の静寂に耳を傾けると少し苦しそうな小さな声がする。クラゲさん、クラゲさん大丈夫？そこには小さな魚がいた。広い海を漂ってる間、私の明かりを頼りに餌を食べ、日中は日を避けるために私の影に隠れていた。心配する魚が一緒に沈んでしまっていた。ないものばかりに目を向けて辛くなっていた。自分にできることをもう一度探そうと、クラゲは魚と一緒に海面に戻っていった。